イリア・グレボフはエストニア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーはマリア・セルゲイワなど。妹はフィギュアスケート選手のエレーナ・グレボワ。2010年バンクーバーオリンピックエストニア代表。2007年、2008年、2009年、エストニアフィギュアスケート選手権優勝。エストニアのタリンに生まれ、父はロシア、母はフィンランド出身。グレボフは ロシア系のせいである。病弱だった幼少時に医者からスポーツを勧められ、母がフィギュアスケート好きだったことからスケートを始めた。2008から2009年シーズンからマリウス・シュデクのコーチを受け、ポーランドを練習拠点にした。2009から2010年シーズン、オリンピック最終予選となった2009年、ネーベルホールンサカズキに出場。 オリンピック予選順で2位となり、エストニアの2010年、バンクーバーオリンピック出場系を獲得。オリンピックにもエストニア代表として出場した。シーズン終了後、永年のパートナーセルゲーワとの身長のバランスが合わなくなったことからペアを解散した。ありがとうございます。